三浦五郎は、日本の武士、陸軍軍人、政治家、長州藩士。最終階級は、陸軍中将。英典は、十一位、君一等士爵。郷号は漢寿。陸軍中将時代現在の山口県萩市に、萩藩士の陪身五十部、吉兵の一夫として生まれる。明倫館で学んだ後、騎兵隊に入隊して、第二次長州征伐や、 母親戦争に従軍する。維新後は兵部省に出資。明治7年には陸軍省第三局長として台湾出兵に反対。明治9年、萩野蘭の鎮定に赴き、翌年の西南戦争では第三旅団長として各地を転戦、城山を陥落させた。明治11年中将となり、西部官軍部長。 長州出身ながら反発政治に反対する立場を取り、また山形有友とは、騎兵隊時代から不仲であったこともあり、谷田敵、鳥岡屋田、蘇我助のリラと共に、反主流派を形成し、山形や大山岩浦と対立した。明治十四年の開拓士勘留物払い下げ事件では、上記三人と連名で、議会解説及び憲法制定を訴える、憲白書を提出し、 翌年陸軍士官学校長に左遷される。明治18年に陸軍教の大戦とともに欧州の平成を視察した。明治19年に帰国、月曜会の中心人物として陸軍改革の意見書を提出したが、翌年に熊本賃代司令長官に左遷される。明治21年、予備役に編入。同年から明治25年まで学習委員長。 明治二十三年七月に施策による5選で、貴族院議員に選出されたが、翌年九月三十日に辞職した。明治二十八年九月一日、在朝戦国特命全権講師に就任し、講師官付部官で、朝鮮政府軍部顧問のくすのせゆ中佐や、法事新聞、ハンスン新報社長の足立健造らの協力を得て、同年十月七日、足立健造と、 国友茂将に、便秘殺害を強さし、あ立、ち、国友の両名は、三浦の強さに応じ殺害を決意して、同志者を召集した。翌8日、早朝、国友を含む同志者たちは狂気を携えて、王城内に突入し、直ちに高級へ至った。便秘は、皇帝で殺害され、その遺体はその場で焼却された。事変後、関わったとされる。 三浦以下48名は召喚され、広島で投獄され、12月12日に、広島地方裁判所にて、予診開始。翌1896年の1月20日、広島地方裁判所における予診や同地で開かれた、軍法会議の結果、広島地裁は、被告人らの一部が、便被殺害を決意して高級に侵入した事実を、 認定したものの、被告人の中に殺害を実行した者がいると、認めるための証拠が十分でないとして、三浦以下48人の被告人全員を名訴とし、そのうち三浦を含む12人を放免した。明治41年4月1日、交尾役となる。明治43年には、数密顧問官に就任、また、宮中顧問官などの要職を歴任する。大正期には、 反発だとを唱え、政界の黒幕としても、活動、政党政治期の大正5年と、同13年の2度にわたり、対立する政党間の党首会談の仲介などを行った。特に後者の会談は後に、五権三破結成の合意がなされた会談として歴史に、名を残している。裁判年に公述筆記で、著作を2冊出版している。大正15年、尿毒症のため死去。 ありがとうございます。